今回はですね、私が乗ってきた車についてお話ししたいと思います。今私は、スバルのレガシーに乗っているんですが、今11年目ですかね。もう来月車検ですので、結構長いお付き合いをさせていただいているなと思うんですが、歴代の車を振り返ってみますと、19で免許を取った時に、ホンダのアコードに乗りました。セダン型でしたね。これは父親が乗っていて単身赴任でしたので、父が乗ることはほとんどなくて、私がちょこっとちょこ、学生時代に乗っていたというものです。で、その次に、トヨタのマーク2に乗りました。父がマーク2に憧れがあったみたいで、車を買い替えた時に時々貸してもらって乗っていたんですが、やっぱり3ナンバーで大きくて、なんて言うんでしょう、応接室が動いているような音が静かで高級感があってと言って、やっぱりいい車だったなと思います。ただちょっとなんかパワーがなかったような記憶が少しあります。その後はホンダのインテグラに乗りました。こちらは親に買ってもらったんですが、マニュアルの車に憧れがありまして、マニュアルのホンダインテグラを買ってもらって、ただグレードが一番低い方で、エンジンパワーはそんなになくて、で運転もあまり上手な方じゃないとか、危ない運転をしない方なので、それほど飛ばすこともなくということでしたね。これは中古で売りました。で、その時姉がホンダのシビックも持っていましたので、これもちょこちょこ借りて乗っていたりもしました。シビックも若者の君気の反応がキュッ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 とするような速い車で、割と楽しかったなと思います。姉がシビック乗ってなかったら自分がシビック乗りたかったなみたいなことも思います。続いて結婚した後にスズキのジムニーに少し乗りました。本当に少し 1,2 ヶ月だったんですが、このジムニーで国道1号線乗って沼津の実家に帰って戻ってくるような時、もうハンドルがこんなになっちゃってですね、80キロ。もうこれ事故するなと思って怖くてすぐやめました。すぐ売却して、高く売れたものですから。で、スバルのレガシーに買いました。で、今から11年ぐらい前ですね。で、やっぱりレガシーはいい車ですね。4WD で安定してますし、結構グイグイ進む。グレードは下の車なんであまりエンジンパワーはないんですが、それでもやっぱり安定してますし、どこ行っても恥ずかしくない車だと思いますね。非常に優秀で、プライドもあるし、ステータスも高い車で、いい車に出会ったなと思います。ただ私はあまり車の手入れをする方ではないので洗車もしないですし、エンジンオイルの交換なんかもまめにやれる方ではないので、ちょっとボロボロになってしまって申し訳ないなとレガシーなんかに思ったりするんですが、いろんな思い出もありますし、もっと、もう何年も一緒に